お？あれ？それは誰だ？何ウサニアンガールズって。こいつらなんだ？あれ？隠し接待いるよね。ちょっと強い。今回ガチで強くされたから大丈夫だ。いなくなっちゃったよ。はるかちゃんとかなたちゃんいなくなっちゃいましたけど。潰すか。てか何？じゃあさっきの2階の何だったの？ただの知事じゃん。ただの知事じゃん、あれ。支払いも、お金も、何この、何この、EV。EV 何それ、なんでバリ出されたの今。何この EV。 何このシャワーズ。え、レベル 101?100 マックスじゃないの？あれ ?101? 頑張ったんだ、ピョン。いや、100?101?100超えるのか。ピョンですと？何ですと？おびするか、ウサギと。きたー。あ、褒美用のパンツ。箱押しです。褒美用のパンツなんだよあれ。やるため専用のパンツじゃねえかよ、あの刑事は。バトルだにゃー。こういう時にスパークレーザーなんですよ。何それ、やめて。何これ、レベル1000とかになりそうなんだけど、これ。大丈夫？これ。あれ？レベルが上がらなかった。トレーナー、あ、あったわ。いや、それ以上です、もはや。はい。なんと！お見せするか。やったぜ。またかい。素が出ちゃったな。素で気持ち悪くなるしかなかったにゃ。素が出てしまったもん。ぜー。喜んでくれたなら良かったね。ところで君、箱押しです。さすがにこれで出すとか。次もあったら面白いな。頑張ってます。これ逆に話題になっちゃうだろう。なんか謎のトレーナーが倒して公開生セックス、絶対話題になるぞ。さすがに次はないか。じゃあさ、このさ、ここの裏かなり意味不明だぞ。なるほど、そういうことか。なるほどね。ここの裏道を通れるけど、実はただのフィットネスジムか。なんだ、フィットネスジムか。と思いきや、真のVIPルームに入れる人はこういう裏と。そういうことか。なるほどね。
こいつただの、ただの娼婦じゃん、この絵。もうアイドルじゃないじゃん、これ。ただの娼婦じゃん、これ。ひどい人生だな、これ。あくまで表向きはこっちと。なるほど、なるほど。よくできている。ハーバーはなんかあるかい？一旦回復。ん？左下の数字は全然変わってない。これ何で変わるんだろうね。なんかあるんじゃないか、また。ラッキーベスケ。何かあるんじゃないか。どうも。各種イベントは開催されていません。開いてろ！クソ！なんで閉まってんだよ。どうも。クソ、何かないのか。何かないのか、ここには。何かないのか。あった。どうも。全コロリンしたやつだな。30点メッサパッケヘラップー。よし、ガチで強いっす。100超えてるんで。はい。うん。すごいことします、今から。あ！なんか文字自動送り。あ、これで文字自動送りになっちゃうのか。なるほどね。左方向キーで文字送りになっちゃうのか。変態肉便器。調教完了。こっちにもあるんじゃないか。やはりな。さて何のことか。ちょっと強い。ちょっと強いが。前回、この、あれ水着が出てきた時全部隠したんやけど、まあ、今回1秒くらいだから大丈夫だろう。あ、また出してきたそれ。お、それな、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 それ何なのそれ。営業姿勢も持ってんのか。やばい、ナメプ。よかった、レベル50だからな。それどこにいんの。ダメです。なはは。あ、はい、僕、ザコなので、はい、玉木さん、ご指導、よろしくお願いします。構図が非常に良かった。それはそれとして。今ふと、え、何これ？今ふと、これ進化させないと出ないってことだな。未確認個体ってやつは。ふと気になったことがある。あ、ミジュールの進化系？か、おそらく。そうじゃなくて、え、これ完全にギンガーじゃん。ゴーストじゃん。俺気になってんのがあって、どこだ？か！
丈なんか気になるんだよな。ケーブロードってどこだよ。どっちにしろわかんねえよ。ケーブロードってどこだよ。とりあえず着替えないと。てか、やっぱ未確認個体とかあるから、進化させていかないと、図鑑埋まんねえな。まあ、進化、経験値ポイント振ればいいだけなんだけどね。金はいいです。タイガさんいる？タイガさんいない。そういえば、タイガさんって、選ばれてなかったよな。あんな強かったのに。一番強かったのに、タイガさん選ばれてなかったな。この子は選ばれてるけど。出たー。ハーバータウンは以上か？以上でいいのか？それならば、それならば、魔の里もほとんど何もないと思うけどな。なんかある？いろいろと終わってからまた来るか。ってなる、あれ？ついでにちょっと探すか。あ、虫除けスプレーしてた。まだなんかあるか。でも和の里は本当一番探索したんじゃねえかってくらい食らい尽くしたぞ。あ、教えてくれるんだ。あ、一応分かりづらいから温泉の場所教えてくれてるんだ。はあ。いや、なんとか気づきましたよ、そこは。どうも。主人公28。僕だけ28人 ?8 人なんもないかなぁ。あ、この草むらだし、神社も、ねえ。食らい尽くしたはず。あれ？なんか左下が6になってる。っていうことはどういうこと？これもしかして、ちょっと待ってね。ってことで、やっぱりいいのかな？それで我々は今、エネルギーとかが使えてるわけだよね、無料でね。そうだよね。うん。青木石に高い眠りにつき。そう言ってる。うん。溶ける石じゃないかと思うんだけど。そうだね。包まれ、でかいサイズのものがあるってことだよね。そうだね。なんでその一文が消えたのか。これわざわざ消す必要あるのかな。そんな重要な文章なのかね。思わぬ収穫だった。普通に眠ってるだけじゃなくて、クリスタルの中に流れて眠ってると。でさ、なんかいない？なんかいませんか？何もいないっすか？あれ？あ、キノコだ。なんか道中に強すぎて倒してなかったトレーナーとかいんのかな？あれこれレベルめちゃくちゃ高いから今無理だわってスルーしたトレーナーとかいんのかな？よく見たらね、ヒントが書いてありますね。クリア後。クリア後って書いてないやつは今見れるはずだ。ヒントを見たら、和の里の道場にいるとのことで。嘘でしょ？あれ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 ？おかしいな。そういえば、
見てないかもしれない。マジか。何このヒヒダルマ。まだまだ未知のがいるね。ヒヒダルマ。ファルックス。よし。もう敵ではない。さすがに。倒してなかったか。連携がぎこちなかった気がする。ああ。ずっと一緒にいればいずれ。いや、ちょっと遠慮してきまーす。厳しそうなんで。あ、ここで炎の奥義か。火の奥義か。いや、これ、ソリッシュ最強になります。うん。違うだろ。このままじゃ主人公の子供がたくさんできちまうよ。よし、こうやってちょっと制覇していくか。何？ビッグシティのマップの右下にいるだと？わかんねえよ。あ、いたわ。え？マジか。なるほど、このイケメン美人と好き放題やってたのか。キュウソンのやつグヌヌ。こんなところで復興してんの。お面を外しても犬耳がある。俺がやる。でもね、スノートーム何気に貯金か。よくレイディア見るなぁ。それ何？それ何？それマジで。確実になんか、防ぐの、一回だけ。それ何？グローロラ。遅延やめろ。そうだ、技変えないと。106。寒すぎ今日。暖房つけてんのにな。はい、体で支払ってください。何がでしょうか。あ、そうなんですね。つけるか。なんということで、やはりあの廃墟にいたものだけあるな。一変するな。始まると。もう何言ってるのかわかんねえよ。図鑑を見た感じ、これがラスト。あとはクリア後だと思う。というわけで、行くか。行くぞ。起炎万丈は、攻撃後に自分の攻撃が上がる。まあ、クール4だけど、これ初手で打っちゃって軽く上げられるから。フレアインパクトはいらないな。この人ってなんかあったっけ？闇属性の、あ、これか。これかな。どれだろう。これかな。まあ、いっか。お、努力値も結構振られてるね。てか、ソリッシュ強。攻撃354あるよ。素早さは若干遅いのか。ニャイトメアが早すぎんのかな。ニャイトメアもう少し防御が高いといいんだけどね。さてと。行くぞ。
行くぞ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 、こっち、これで行くか。行くぞ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 。バカなの、俺はシードタックル使わねえぞ、お前。いや、行こうと思ったけど、ここでやめます。ちょっと待って。今日はね、あのね、午後から仕事なんで、こっから長くなるかもしれないので、ちょっと今日はここでやめとこう。うん。次の時に取っとこう。ここでやめます。